この店は私が小さかった頃にパパと何回か来たことがあるんだ。でも大きくなってからはあんまり来てなくってね。口に合うといいんだけど。心配すんな。それにオイラたち、こういうレストランで食べるのって久しぶりだからすっごく楽しみだぜ。じゃあ注文してくるからちょっと待ってて。美味しそうだぞ。フォンテーヌ人の料理って手が込んでるんだな。そうよ。さ、食べて。もし美味しければ今度はスピナディロースラのみんなを呼んで貸し切らせてもらうから。美味しくなかったら？それでもやっぱりスピナディロースラのみんなを呼んで貸し切るかな。ま、テーブルごとに料理を一つしか頼まないけど。さすがナビアだな。そういえば送別会って話だったけど、祝勝会にしてもいいんじゃないか。だってオイラたち協力して裁判に勝っただろ。ああ、言われてみれば確かにそうね。めでたいことだし。マスター、もう二品追加でお願い。おい、別に料理を追加しろって意味じゃないぞ。えへへ。そうだ、今日の事件も終わったことだし、これから連続少女失踪事件の黒幕もすぐに捕まるんじゃないか。それについては大きな一歩を踏み出したとしか言えないかな。少女を意図的に溶かす組織がいるのは判明したけど、その本当の目的はまだ明らかになってないし。目の前で見てなかったら人が水に溶けるなんて到底信じられないことだよな。だよね。誰も想像できないような異質な要素が連続少女失踪事件には存在する。だからその調査の鍵となる部分もずっとつかめてないのかもしれない。くぅ、あいつが真実を最後まで言えてたらな。それがまさか、はぁ、真実まであと一歩ってところなのに。こういった事件の調査ではたとえあと一歩に見えても手がかりが完全に断たれればそれは越えられない溝になる。正直これから行われるであろう公的な調査については私あんまり期待してないの。別に彼らの実力を疑っているわけじゃないけど、物事によっては違う視点も必要だと思うからね。ずっと同じ視点から見てたら意図的に隠蔽されたり警戒されやすくなったりする。時には視点を変えないと真相は見えてこない。だからこそ私たちスピナディロースラが存在するの。高いところに立って見てる人間があらゆる面に配慮できるはずもないでしょ。目の届かない死角にこびりついた汚れは私たちが取り除くってわけ。おいら、ちょっと単純に考えすぎてたかも。まあ送別会なんだし、この話題はもうやめよっか。それよりも別の話を。そうだ、これからあんたたちはどうするの？そうそう、さっき審判が終わった時もずっと話を聞く機会がなかったし、場所も場所だったから。なるほど、一番の目的は水神とおしゃべりすることね。でもずっといい機会が見つからないってわけか。フリーナ様に会うには長い列に並ばないといけないって聞いたことがある。今日を逃したらしばらく待たないといけないだろうね。だよな、水神はフォンテーヌで大人気だって前に聞いてるし、直接話すのってやっぱり難しいんだな。なら、ちょっと特別な方法を試してみるのはどう？例えば、正当じゃない手段を取るとか。おお、さすがはスピナディロースラのボス。蛇の道は蛇ってやつだな。それで、例えば？歌劇場の出演者に紛れ込んで、演劇のクライマックスで急に中止するのは？それで、公演が終わった後にフリーナ様と面会できるよう要求するの。
続きが気になるフリーナ様はきっと演劇を最後まで見たいと思うはず。そうすればこっちの要求に何だって答えてくれるでしょ。もうちょっと現実的な案にしてくれないか。その計画って手間がかかる割に成功するかわからないだろ。劇だって覚えなきゃいけないし。だったら何とかしてフリーナ様のベッドの下に忍び込んで夜中に起こすのはどう？情報を教えてくれないと寝かさないって脅すの。これなら絶対にうまくいくんじゃない？すっごく眠いのに寝かせてくれないなんて状況、仮に私だったら何だってするし。効果のあるなし以前に、そういった状況でどうやって捕まらないかを考えないといけないんじゃないか。ああ、それもそっか。ついうっかり相手の眠気を利用することしか考えてなかったや。まあ冗談はここまでにして、フリーナ様が休む時に隙を見て割り込むくらいならできるんじゃない。特にあんたは今日の法廷でフリーナ様を打ち負かしたでしょ。あんたは民の無実を証明した人物、かたやあの方はリネに濡れ衣を着せるところだった。きっと負い目を感じてると思う。それなら可能性はあるな。つまりあいつが休んでる時間帯を狙って尋ねれば法廷での負い目から断れないってことだろ。じゃあ食事が終わったら早速行ってみようぜ。善は急げって言うしな。あれ、パイモン、もしかして私のフォンタ飲んだ？あ、これってお前のだったのか。えへへ、悪い、気づかなくって。オイラの近くに置いてあったからつい。もう一杯注文するか。ああ、もう食事も終わるし大丈夫。でもこのフォンタってやつもう注文しない方がいいと思うぞ。なんか味がしょっぱかったし全然美味しくなかったよな。そう？だったらこのお店のフォンタはブラックリスト入りってことで。みんなお腹いっぱいになった？じゃあ私は会計を済ませてくるから。おう、お腹いっぱいだぜ。ごちそうさま、ナビア。食べ過ぎたぜ。もう食べないぞ。もういつもより指半分くらい低く飛んでるぞ。気づかなかったのか。今月の組織の経費はあと。あれ、ナビア、そこで何してるんだ。なんでもない。たかが食事代だし、スピナリロースルにとってビビたるものなんだから。そっか、じゃあオイラたちは水神のところに行ってくるな。ナビア、やっぱりここでお別れなんだ。もしフォンテーヌで何か困ったことがあったらいつでもスピナリロースルに連絡して、最優先で駆けつけるから。じゃ、すべてうまくいくよう祈ってるよ。またね、相棒。うん、またな。
先に進むんだよ。もし泉に何か良くないもんでもいたら。ちょっと待った、オイラにも少し聞こえたぞ。このワシって言ってるやつだよな。旅人、止まれって。おい、しっかりしろ。パシェ、まさか私のパシェなの？いいえ、あなたは違うわね。パシェのことを知ってる？私のパシェはどこ？私は誰だったかしら。ごめんなさい、よく覚えてないの。記憶は激流に飲まれ、無数のかけらが水の流れに溶けてしまったかのよう。もう二度と取り戻せない。地上で過ごしていた日々はどれも大切な思い出だったわ。でもどれだけ失ってしまったのかもはやわからない。人間、そう、私は人間だったわ。人間の形を失ってはいるけど、今もこの意識は人間よ。どうしてこうなったのかはわからない。おぼろげに覚えてるのは、青とピンクが混ざった色の水に包まれて目の前のすべてがぼんやりとしていったことだけ。はあ、それと様々な場所へ行ったことがあるわ。いろんな冒険が好きだったことも覚えてる。どこへ行ってもパシェはそばにいてくれた。彼がどれだけ私のことを愛していたか知ってたし、私も同じくらい彼を愛してた。でも今はもうあの頃には戻れない。別れの悲しみとはこうも重くのしかかるものだったのね。いいえ、そうじゃないわ。私たちの再会には何の意味もないもの。もう新しい思い出を作れはしない。私の思いはもうあの人にとって無意味なものなの。だからこの思いは永遠に水の底に沈めたままにするわ。もし馬車に会ったらこう伝えてちょうだい。絶対に私のことを探さないで、もう前へ進むべきだと。これが私の唯一の心残りだから。そうかもしれないわね。水に包まれて意識を失いそうになった時、水面越しに馬車の顔を見たの。その目は苦痛と哀戚に満ちていたわ。あの時慰めてあげられたらよかったのに。少なくともその瞬間は苦しみを忘れ、むしろ温かさを感じられたと彼に伝えたかった。あれは溶けたと言うべきなのかしら。私にはある意味解放のように感じられたわ。恐怖もストレスもなく、あるのはただ泣いた水面のように無限に広がる静けさだけ。渇きに慣れた人間が初めて水を飲んだかのように、自分がかつて無限の欲望と焦燥の中を生きていたと気づいたかのように。仲間が呼んでるようね。もうそろそろ行った方がいいわ。さようなら。感じてくれて嬉しかったわ。どうか忘れないで。もし馬車に会ったら私を探さないでと伝えることを。Yeah!
お嬢様。こんなに警備ロボを雇うなんて。クロリンデ。クロリンデ、助けてくれたお礼を言うべきかしら。でもその前に、どうしてここに現れたのか説明してくれる？私はただ、あなたが近々危険な目に遭うかもしれないと思って、ついてきただけだ。私に黙って後をつけてたってこと？それを普通、尾行って呼ぶんだけど。これはカーレスさんの意思だ。あの人を裏切ることはできない。故に、私はあなたを危険から守る。もしあの人がまだ生きていれば、きっとこうしてただろうからな。あんたが、パパのことを語らないで。すみません、お嬢様。私の力が及ばぬばかりに。クロリンデ様、助けていただいたことには感謝を申し上げます。しかし、どうかご自身の立場をわきまえていただきたい。不必要に心の傷をえぐることはお互い好ましいものではないはずです。すまない、私はあなたの気持ちを考えていなかった。もういいから。それで他に何を知ってるの？どうして私が危ないって思ったわけ？私の知っている情報はあなたほど多くはないだろう。だが連続少女失踪事件の黒幕は強大な勢力を持っているはずだ。今日のことできっと狙われることになる。ふん、あいつらは前々から私を狙ってたはずよ。むしろ今さら手を出してきたのが不思議なくらい。それでこの警備ロボたちは？これって出立艇の人にしか動かせないと思うけど。先ほどよく見てみたところ、これらの警備ロボには番号がついていなかった。つまり出立艇が法を執行するのに使わす機械ではないということだ。おそらくどこぞの金持ちか権力者が不正な手段で手に入れたのだろう。紙幣としてその力を集めて保有していると思われる。そう、とにかく今のスピナディロースらじゃ勝てない勢力ってことね。でしょ？ああ、くれぐれも気を抜くな。無謀な行動は控えるようにしろ。いずれにせよ、私は引き続き調査するつもりよ。真実を白日のもとにさらす。これこそがパパの本当の意志だから。とにかく今日のところはありがとう、クロリンデ。ただ今度また何か気になることがあったら先に私に教えて。尾行されるのは好きじゃないから。連中もそう立て続けに手出ししてこないだろう。私ももう後をつけたりはしない。では失礼するよ。はいはい、今日一番のニュースね。それはお嬢様、クロリンデ様の気持ちに嘘偽りはないかと。彼女との関係性を見直すのもいいかもしれません。私だって分かってるけど仕方ないでしょ。だってあの人は。やっと復活したな。
連れたナビアが助けに来てくれたんだぞ。あ、それにあのクロリンデっていう決闘代理人も手伝ってくれたんだ。とにかくさっきは運が良かったぜ。でなきゃオイラだけじゃあんな奴らに勝てなかったぞ。いいよ、そんなよそよそしいこと言わないで。それにさっきのが本当の送別会だなんて思ってないから。あんたとの食事はいつだって祝勝会にしたいしね。つまり私たちは今も相棒同士ってわけだから、お礼もいらない。私がお嬢様のような懐の深さを持つにはあと50年はかかるでしょう。仮に私がお嬢様にこうも好意を示されたら、即座にスピナディロースらに入りたいと思うでしょうね。はあ、あんたたち、もう。そういえばナビアはどうしてオイラたちが危険だって気づいたんだ？出てくるタイミングがあまりにも良すぎたけど。それについては全てパイモンのおかげね。いつの間にか役に立ってたのか。おお、オイラってそんなにすごかったんだな。あんたが間違って私の飲み物を飲んだからよ。どういう意味だ。あんたたちと別れた後、フォンテーヌ邸にあるスピナディロースらの拠点に一人帰る途中でふと思い出したの。あんたこう言ってたでしょ。なんか味がしょっぱかったし全然美味しくなかったよなって。フォンタは甘い飲み物のはず、しょっぱいわけがない。しかもあれは色も少し妙だった。つまりあのフォンタには原始大海の水が入ってたってことか。そう、だからあんたがその飲み物を飲んでくれてなかったら、私は今頃ボスを助けてくださったあなたたちにスピナディロースらは最高の栄誉勲章を授ける準備をしております。そんなのがあるのか。ホテルデュボールに手がかりがないか人を送って調べさせたけど、連中は何の痕跡も残してなかった。だからあんたたちにも危害が及ぶんじゃないかと思ってね、すぐにこいつらと来たってわけ。あの連中、オイラたちまで消そうとしたってことか。ただリネのために弁護して冤罪を晴らしてやっただけなのに。となるとこれでオイラたちも完全に巻き込まれたってわけだな。まあ連中からしたらあんたたちは自慢の計画を潰しただけでなく致命的な手がかりもつかむ寸前だったからね。ところであんたたち、原始大海の水を飲んで何の異常もなかった？そういえば旅人もさっき理由もなく気絶したわけじゃないよな。しかもまたバシェって呼ぶ声を聞いたんだろ。あ、そうそう、それに今回はオイラもその声をちょっとだけ聞いたんだ。つまりさっきの状況は原始大海の水と関係してる。じゃあフォンテーヌ人以外が原始大海の水を飲んだら水元素の感知力が上がるってことか。悪いことじゃなさそうに聞こえるけど。情報？気絶した時にか？教えてくれる？なるほど、確かに重要そうな情報ね。バシェ、聞いたことのない名前ね。ここ最近証人として出廷したこともないと思う。でも少女の溶ける瞬間を彼が目撃してたのなら、少なくともそのバシェって人は事件現場にいたことになる。なのにその人は事件について何の情報も提供してない。私たちだって人間が原始大海の水に溶けるなんて知ったのは最近だし、もしかして彼は誰かに脅迫されてる？うん、サンキュー。今の状況から見てその情報はとても重要になるはず。引き続きこっちで調査してみるよ。それってつまりあんたたちも一緒に調査してくれるってこと？送別会はしてないって言ってただろ。なら
イラたちはまだ相棒同士ってことだよな。それに巻き込まれた以上、オイラたちに悪さをする奴らを旅人が放っておくわけないしな。ナビアお嬢様、いくら嬉しくとも少しは表情をコントロールされた方がよろしいかと。何しろあなたはスピナディロースらの顔なのですから。こら余計なこと言うんじゃないの。じゃあ一緒にフォンテーヌ邸の拠点に帰りましょう。宿の手配もするから。それと計画も練らないとね。相棒としてお互いの理解を深める必要もあるし。とりあえず一つずつやっていこっか。安心してくれ、私たちがいれば拠点は絶対に安全だからな。この先なんだけど、その前に尾行してる奴がいないか確認しときましょう。ずっと周囲に目を配っていましたのでご安心を。この道中怪しいものは見かけませんでした。そう、ならよかった。でも油断は禁物だからね。では私は二人の貴賓のために先に部屋を用意してまいります。ありがとうマルシラック。さあ旅人、私たちも行きましょう。拠点なのか。思ってたのとだいぶ違うな。お二人の部屋をご用意しました。今のスピナディロースらが用意できる中で最高の部屋となります。最近スピナディロースらは懐が寂しくってね。何分うちはモラルや法律に反する高い利益を得る商売が禁止されてるから。それどころか資金の大半は支持してくれてる人の援助で成り立ってるの。みんな大変そうだな。でも
されてるってことは、その分やりがいもあるってことだろ。実はパパがスピナディロースラを管理してた数年前の方が懐具合は今よりずっと良くって、だからこれは私の力不足のせいなの。ってことはお前のお父さんってスピナディロースラの元ボスだったんだな。そいつはどうして。ナビアお嬢様、ここは私が説明しましょう。ううん、今さらこの話から逃げるつもりはないから大丈夫。それに相棒には知っておいてほしいことだし、私に話させて。私のパパはカーレスっていうの。今は町で不義のカーレスって呼ばれてる人よ。パパは3年前自分の友人を殺害した罪でその容疑者になってね。しかも審判を拒否して最後には決闘場で命を落としたの。そんな。でも私はパパが人を殺したなんて信じてない。この裏には絶対に何かが隠されてると思う。当時パパが審判を受けてさえいれば公的な調査がされたのに。そうすればきっと証拠だって見つかってその潔白を証明できたはず。なのにどうしてかパパは決闘を申し出た。しかも聞いた話ではパパは決闘中に重傷を負ったって。明らかに負けと判断される状況だったのに投降を拒んで決闘場で死ぬことを選んだみたい。あれから3年が経った今でもその理由はわからないままなの。あんな風に死んだらそれこそ自分の名誉を守る機会を失うのに。今回の一件で最も関係がありそうなのは、パパもあの時ちょうど連続少女失踪事件を調べてたこと。あ、だからお前もずっと連続少女失踪事件を調べてるんだな。そういうこと。それと私もパパが容疑者になった殺人事件を調べたんだけど、記録やら資料やらいろんなものを何度も調べたからもう新しい手がかりは出てこないと思う。でもその件が連続少女失踪事件の背後にある組織と関係してるなら、連中はきっと何か知ってるに違いない。パパは脅迫されたのか、それとも罠にはめられたのか。たとえ本当に人を殺めていたとしても私は必ず真実を突き止めてみせる。はぁ、パパはいつもそう。生きてた時大事なことを私に話してくれなかった。ママが私を産んだ時難産で死んだこともずっと私に黙ってたし、まさかパパの死まで私が調べなきゃならないなんてね。本当に世話が焼けるんだからパパは。お嬢様、私にできることがありましたら何なりとお申し付けください。カーレス様もお嬢様も私が最も尊敬するお方です。私もカーレス様が殺人を犯すなど信じていません。カーレス様は生前善行をあんなにも積まれていました。それなのにかの殺人事件が起きた途端、不義のカーレスと呼ばれ、スピナディロースラを支持する者は大幅に減少、財務状況も今や火の車となりました。でも普通は最初みんな疑問に思うはずだよな。カーレスって普段はいいやつだったんだろ。人々はこういうドラマが好きだから。フォンテーヌ人だけじゃなくどこの人間だって同じでしょ。悪人が改心して正しい道に戻るのを見るのが好きだし、善人が道を踏み外して谷底に落ちるのを見るのも好き。そんな、もしカーレスが濡れ衣を着せられたんなら絶対真実を突き止めないと。じゃなきゃこんなの辛すぎるぞ。あともう一つ、カーレス様の当時の決闘相手はあのクロリンデ様でした。え、あいつが。じゃあカーレスはクロリンデとの決闘で死んだってことか。だよな、確か
にそう簡単に吹っ切れることじゃないし。クロリンデ様は血統者の誇りを大切にしています。ですから相手が投降しない限り彼女も手を止めることはできませんでした。それにクロリンデ様はカーレス様ともともとお知り合いで、彼女はあの方のことをとても尊敬していらっしゃいました。そんな間柄のカーレス様が決闘で揺るぎない決心を見せれば、クロリンデ様もそうする他になかったのでしょう。何も彼女の気持ちがわからないわけじゃないよ。ただやっぱり心の整理ができなくて。わかるぞナビア、あんまり無理しなくていいからな。後日クロリンデ様から聞いたのですが、決闘が始まる前にカーレス様はこうおっしゃったそうです。ナビアお嬢様の面倒を見てくれと。私たちもそう考えております。はあ、自分を殺した人に私のことを頼むなんて、あのバカ親父、どうやったらそんな考えになるの。まあとにかくこれが相棒としてあんたに伝えておきたかったこと。愚痴をこぼすような感じになっちゃったからちょっと照れくさいけど、うん、あんたたちは先に部屋に戻って休んでちょうだい。今日は本当にいろいろあったからね。だな、すっごく疲れたぞ。安心して休んでくれ。今夜は私がここで二人の安全を守ろう。あれらすべては突然ナビアお嬢様に降りかかったものだ。スピナディ・ロースラの責任もカーレス様の死も、このままではダメだ。私は早く強くならないと。そこがスピナディロースらが発足した地で本拠地なの。ここじゃしばらく手伝ってもらうことがないからね。ただ単に一緒にいると騒がしいから追っ払っただけだろう。ところでお前はいつ来たんだ。ずっとここで待ってたんじゃないよな。ううん、ついさっき外から帰ってきたとこ。昨日の夜は馬車の名前についてまず調べてたの。まさか徹夜したのか。だってこんな重要な情報を掴んだんだし寝れるわけないでしょ。うぐ、おいらさっきぐっすり寝れたとか言っちゃったぜ。でも残念なことに、この名前はまるで存在自体が消されてるかのようにどこを調べても出てこなかった。足がつかないように黒幕がすでに手を回したんでしょうね。でも逆にこれはバシェが重要な証人である裏付けにもなる。じゃあ次はどうするんだ。もう手をくれってことか。いや、希望はまだある。彼らが手を回そうにも届かない場所があるからね。最高審判官のヌビレットさんが保管する資料、ここ数年の事件の詳細を全て網羅したファイルよ。もしあんたが見たっていう例の純粋精霊がここ数年で失踪した少女なら、関連する情報が必ず見つかると思う。さすが最高審判官なだけあるな。真面目に仕事してて事件の資料もちゃんと整理してるってことか。じゃあ早速ヌビレットを探しに行こうぜ。
さか眠くなったのか？はあ、大丈夫。行きましょう。あの最高審判官に会いに。お待ちください。どういったご用件でしょう。最高審判官は現在公務中です。うん、やっぱり警備が厳重だな。ヌビレットのところにある資料は絶対に安全ってわけか。あれ？私たちの顔に見覚えないの？どちら様でしょう。先に言っておきますが、ここは身分や血縁などのコネで通れるところではありません。ルールは絶対となります。うん、見ての通り、何があっても安全。確かにそうみたいだな。私をからかいに来たのならもうお帰りください。お互い時間を無駄にしたくないでしょう。まあまあ、私たち先日の大魔術師リネの事件で法廷に立ってたんだけど、知らない？ああ、そういえば見覚えがあります。スチームバード新聞の記事で見ましたよ。そちらはリネの弁護人ですね。ええ、思い出しました。そうそう、それで今日はその事件の報告と資料の記録に来たの。え、そんな予定入ってましたっけ？入ってるって心配しないで、こっちは仕事で来てるんだから、そう警戒しないでちょうだい。ええ、そうですか。わかりました。お入りください。ヌビレット様は中にいらっしゃいます。どうもどうぞ。あのごめんヌビレット、オイラたち入り口で止められて警備の人に嘘をついて入ってきたんだけど。問題ない、要件を言うといい。え、オイラたちを責めないのか？一つ名前を調べてほしいの。バシェって言うんだけど、連続少女失踪事件の目撃者かもしれなくて、とても重要な手がかりなの。うん、わかった。資料を見てこよう。少し待っていてくれ。ヌビレットって案外話のわかるやつなんだな。残念ながら、ここ数年の事件でバシェという名に関連したものはないと断言できる。私の資料にも私の記憶にもね。まさかあの時のはただの気絶で夢を見てただけってことか？そう、わかった。ありがとうヌビレットさん。それじゃ帰りましょう。
ナビアさん、気持ちはよくわかる。君の父カーレスさんはとても優秀な御仁だった。彼が見まかられたのは実に残念なことだ。ヌビレットさん、それってどういうつもり？同情？慰め？それともあんたの言う残念？いや、どれも違うでしょ。私にはわかる。あんたの言葉には何の感情もない。ただこういう時にはこう言うべきだって思っただけ。まるであの時と同じ。パパが決闘場に上がり、私が守衛を押しのけてここにいるあんたに会いに来た時とね。あんたも言ってたでしょ、事件に妙な点があるって。それなのに決闘を黙って許可した。命の価値はあんたの手にある感情のない規則や法律と比べてちっぽけなもの。あんたの目にはそう映ってるんでしょ。もし本当にパパの死を残念に思うのなら、どうしてあの時パパを止めなかったの？どうして私に止める権利をくれなかったわけ？なんでパパに汚名を着せたまま死なせたの？あともうちょっと踏ん張ってれば全てを逆転できたかもしれないのに。まだたくさん話したいことがあった。まだ教えてもらってないことがたくさんあったのに。もしあんたに感情がないってんなら、私を見て、私の目を見て、本当の残念ってのがどういう感情か教えてあげる。申し訳ない、ナビアさん。やっぱりあんたも同じ。パパと同じなんだ。いろんなことをいつも心に抱えてるのに誰にも打ち明けない。その胸は多くを感じてるのにそれを伝えようともしない。もういい。どうせ最高審判官の冷徹さは誰もが知ってることだから。どうしようもないことで当たり散らしてごめん、最高審判官。行きましょう、旅人パイモン。ナビア、大丈夫か？大丈夫。あれ、雨が降ってる。中に入るまで晴れてたよな。それに今日は審判をするような事件もないのに、なんかおかしくないか？確かパパの事件があった日も大雨だった。どうした？何か引っかかるのか？外、雨の当たる場所だったよ。もしかして雨で手がかりが流されたって言いたいの？うん、私も当時そう思った。だから捜査範囲を広めてみたけど、雨水の影響を受けたような手がかりは見つからなかったよ。え？あ、まさか真犯人は水になったってことか？雨の日だったからそれで痕跡が何も残らなかった？確かに、もしそうだとしたら、お前のお父さんがどんなに説明しても当時の人たちは誰も信じてくれなかっただろうな。相棒、あんたって本当に天才！そういうことだったのね。どうしてもっと早くそれに気づかなかったの？ボア村長へ行きましょう。この線で当時の殺人事件を調べ直したら何かわかるかも。うん、今回はオイラたちもついてるからきっと進展があるはずだぞ。じゃあ今すぐ一緒に来てくれる？それとも後で合流する？わかった。それじゃあポア村長で待ってるね。
かもしれないけど、これこそ我らがスピナディロースらの本拠地なの。こんな風になったのはパパの個人的な趣味なんだけど、ま、センスだけは私と似てたみたい。この華やかな巨大船は航海、好奇、征服、野望を意味してるの。スピナディロースらの明るい未来を象徴してるってわけ。最初スピナディロースらの輝かしい過去を語ってた時はコラでも吹いてるのかと思ってたぞ。だって輝かしい過去を持つギャングが地下水路に住んでるわけないだろ。けどこのでかい船を見てお前らのあの言葉にも説得力が増してきたぜ。ポア村長こそスピナディロースらのルーツであり、私たちはみんなここから外に出たんだ。お待ちしておりました、お嬢様。そして大事な相棒も。フォンテーヌ邸に用事があるとおっしゃっていましたが、どうしてまたこんなに早くポア村長に？それがね、相棒が素晴らしいヒントをくれたのよ。パパの過去の事件が原始大海の水と関係してるかもしれないってね。覚えてる、マルシラック？あの日は雨の降る夜だったでしょ。はい、リネ様の状況と似ていて、どちらも不可能な事件でした。過去に何があったんだ？うん、何年も前のことなんだけど、ロシっていうのがポア村長で流行ったの。一見ただの飲み物なんだけど、人が飲むと気分が高揚してね、愉快な幻覚がたくさん見えるようになるらしいの。ちょっと待った。確か水になったあの警察隊員も原始大海の水で薬が作れるって言ってたよな。そうね、今になって考えればロシの原材料は原始大海の水だった可能性が高いと思う。そして長期的にそれを飲むと副作用が出るの。例えば集中力の低下や情緒が不安定になるとかね。逆に飲むのをやめれば倦怠感が一日中続いて理由もなく焦燥感を覚えるようになるみたい。
まさに百害あって一利なしってやつね。ポア村長を管理してたパパはもちろんこれを黙って見過ごさなかった。そしてロシを全面的に禁止したの。ボスの強硬な姿勢は売人の恨みを買いました。ですが脅迫や賄賂を前にしてもボスは一歩も譲らなかったのです。それどころかボスはロシの製造者を特定し、根本からこの件の解決を図ろうとしました。そう。でも相手は狡猾なやつでね。売人はブツを売るだけで、その裏に誰がいるのかとかは一切知らなかったの。そこでパパは長期的な計画を練ることにした。秘密裏に売人と連絡して、ついにそのうちの一人を口説き落としてね。内通者になってもらったの。その人の名前はジャック。ロシのせいでバラバラになった家族をたくさん見てきて、負い目を感じてたみたい。ある夜、パパは郊外の荘園でパーティーを開き、そこでジャックと情報を交換しようとした。けど、庭から2発の銃声が響いたの。それを聞いて私たちが駆けつけると、そこには銃を持ったパパと、撃たれて死んだジャックしかいなかった。え？なんでだよ！だって、二人は手を組んでたんだろ？リネの事件と似てるでしょ？犯人に疑いの余地はなく、いくら考えても犯行の動機が見えてこない。でも、当時はスルーしちゃってたけど、今になって思い返すと、重要な手がかりがそこにはあった。リネの裁判同様、現場に残された服がね。そう、あんたのヒントのおかげだよ。あの服は、ジャックが気づかれないよう変装するための道具だと思ってたけど、今考えると、これは現場に第三者がいた可能性を示唆してる。それに、銃声が2回鳴った理由も改めて考えてみないとね。うん。未解決事件ではあるけど、今なら新たな進展を望めるはず。このまま一気に真実にたどり着けるって、私の直感がそう言ってるよ。ジャックは生前温厚な性格で、自身の行いを何度も懺悔していました。突然裏切るという可能性は低いでしょう。第三者に関する手がかりは、真実にたどり着く鍵になるかもしれません。しかし、水を差すようで申し訳ありませんが、ボスとお嬢様の執事である私から、いささか進言したいことがあります。相手は残忍な手段も厭わない難敵です。ボスはその長年の対立により、命を落とされました。スピナリ・ロースが衰退した今、ポア村長はようやく得難い安寧を手に入れ、私たちも消されずに済みました。ボスと同じ鉄を踏む必要はありません。ここは賢明なご判断を。これはボスの望みでもあります。それがパパの望みなら本人の口から直接言ってほしかったよ。パパと一番関係が深いのは私のはずなのに、まるで私だけが輪の外にいるみたい。謎をいくつも抱えたまま亡くなったけどさ、それに何の意味があった？それで何を守れたっていうの？ロシもフギのカーレスも、虫の息になったスピナディロースらだってそのまんま、何も変わってない。私がそんな無意味な死を受け入れて無意味な一生を過ごすことに甘んじるとでも思ったわけ？あの日からそうしようと思ったことなんてない。一度たりとも。私は全ての人が受け入れられるような決着をつけたい。失踪者にも被害者にも私自身にもね。